こんにちは。1分でお答えするショート Q&A です。本日のお題です。どうして虫歯になると黒くなるのですかというご質問をいただきました。虫歯になった部分というのは黒いっていうイメージがやっぱり皆さんあると思うんですけど、実は乳歯だとか、あるいは急速に進行している場合の噛み合わせの面の虫歯だとかっていうのは、あまり黒くなかったりすることも多いとされています。一般的に進行の早い虫歯は白色、あるいは薄い黄色、オレンジっぽい色をしていることが多いです。乳歯や若年者の虫歯は色的には目立たず大きく育っている。噛み合わせの面にちょっとちっちゃい虫歯かななんて思ってても、乳歯の場合には大きくなっていることがあります。逆に進行性の遅い虫歯、大人になってからの虫歯っていうのはほぼほぼ進行性自体は遅い虫歯なんですけど、これは濃い色をしていることが多いのです。虫歯は歯を形成するカルシウムとかリンなどのミネラルが抜けていく現象、脱灰っていうんですけど、これですので黒い色はミネラルが抜けたところに変わって着色した外来性の沈着物、食品の中に含まれているものだとか、そういったものがついたという影響だというふうに考えられています。本日は以上です。